立憲民主党有田義し北朝鮮への支援要求を繰り返す。本日、立憲民主党の有田義しさんが2回にわたってこのように北朝鮮への支援を要求してしまいました。日本政府が行うべきは北朝鮮への支援ではなくて、北朝鮮から拉致問題で謝罪と賠償を勝ち取ることであります。拉致問題では、 拉致だけではなくて大量の殺人も行われたと見られており、北朝鮮には660兆円ほどの地下資源があるとも言われておりますので、こういった地下資源を日本に対する賠償として北朝鮮から工業権を引き渡させる、そういった必要があるんじゃないでしょうか。 残念ながら日本国内には、こういった有田さんのように、現在でも北朝鮮に支援をしろと要求する存在がおりますので、日本政府にはこういった存在に絶対に騙されないようにしていただき、今後も制裁を継続し、北朝鮮が拉致問題を解決したいと言ってきた場合には、しっかりと謝罪と賠償を要求していただくよう、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました